水をなるべくね、拭き取りましょう。ナツメグ、少しだけ。沸騰してますね、これね。バター軽く。で、パルメザン上に振ります。これも水分がほとんどないようなグラタンになってるね、クリームとね。ボンジュール。皆さん元気ですか？元フレンチシェフの家料理、シェフマッサーですね。今日のお料理は、グラタン、ドーフィノワーズっていうんですね。ポテトのグラタンです。南フランス、ドーフィネ地方のポテトグラタンですね。リンゴのことをコームっていうんですね。これが今日使うメイクインですけども、これは、ポーム、ドゥ、テールって言います。なんか、テールという発音がちょっと難しいですけど、テール。ね、テールってのは、大地のことをテールってね、大地のこれもリンゴなんですね。実を言うと。ということで、雑談しましたけど、今日は南フランスのドーフィネ地方のポテトグラタンをご紹介します。ということで、今日のお花は、ちょっと地味ですね。これも、昔からある日本のお花かな。ホトトギスというらしいですね。これじっくり見るとね、なんかランの、これもランの石でしょうね、多分ね。ランの種類かどうか僕はわかりませんけどね。一応、ホトトギスっていうお花だそうです。はい、少々お待ちを。今日使うのはメイクインを使いますけどね。フランスのレシピだとポムテールとクリームで、これ軽めのクリームですけど、リキッドの方はいつも僕はレッスンでやってたように牛乳をちょっと少し入れて、あのクリームちょっと軽さを 軽めにしますけど、あとニンニクと塩コショウだけですね。でまあもしあれでしたら少しムスカド、ナツメグですね、料理使う時ノアドムスカドってクルミみたいにしますけどね。ということでこの材料でいってみたいと思います。はい、もうこのまま用意してあるんですけども、一応これ切ってあります。だいたい 2-3 ミリっていうところですかね。これで、あの、でんぷんをよく切ってこう透明になるぐらいまででんぷんするんですけど、まあこういうのですね、まあ、スライサーでやるのが一番いいです。均一にした方がいいです。で、手を気をつけてくださいね。手を気をつけていただいて、ね、こすっていただいて、最後の方はね、気をつけて、手を切ったら大変ですからね、まあ、便利な部分は危険というですね。で、これを水にさらして、ね、さらして、きれいにしてお願いしてください。はい、少々お待ちください。はい、じゃがいもはこれさらして表面のでんぷん質を取りました。取ったらですね、今きれいに水をなるべくね、拭き取りましょうね、なるべく拭き取りましょう。水分入ってると余分な水分が少し出てきちゃうので薄まってしまうので、もしね、水分入ってれば少し、あのクリームの濃いやつだけでいいと思いますけど、日本はね、このクリーム、このクリームしかないですから、フランスではね、クレームドゥールというのもありますけど、美味しいですよ。付け合わせにいいですから、そのままでももちろん、そのまま召し上がってもじゃがいも料理として美味しいです。で、これよく切ったら、水をね、水分をよく切ってください。そしたら今日は、こちらの鍋でやろうと思ったんですけど、量的にちょっと少ないんで、こっちを使ってみましょう。ということで、もしあれば軽くだけですか、くっつかない程度っていうか、にちょっとまただけ軽く敷いてあげます。スライス入れます。ね、入れます。ちょうどいいですね。この鍋でね。これに、塩。まあ、黒でも白でもいいんですけど、まあ、黒入れてみます。はい、これで入れましたね。ここに、これポテトがですね、今 300g ぐらいあります。100ぐらいありますから、これが3個ぐらいやっただけです。それに、ニンニクが、これ、一片、大きめの一片ですけど、これ、10g ぐらい、10g ちょっとぐらい入れても、好きな人は入れてもいいですけどね。それに、最初、生クリームでもいいんですけど、100cc 入ってきますかね。ちょっと入れていきます。これで、どうですか ?60、70入ったんですけど、牛乳を、50入れると多いですね。牛乳を30ぐらいちょっと入れますね。あんまりたくさん入れない方がいいんで、ちょっとこれ下ぐらい混ぜていいんですけど、ちょっと足りないですね。ちょっと牛乳全部入れちゃいましょう。 100cc ね。そして牛乳も50入れちゃいます、ね、でニンニクも入りましたよね。でもし、お好みでナツメグを少しだけね、たくさん入れないように。はい、この量ですよ、ね、簡単で、これを全体にきれいに混ざってるようにして、なるべくこうばらした方がいいですね。あまり重なってないように、なるべくならこうばらしてあげて、重なってないようにばらしてあげて、平均してこう置いてくれるんでね。これを火にかけます。蓋をして火にかけますけど、最初から中火の強ぐらいでいいですね。これでどうでしょう、6、7分で火が入るかと思いますけど、1回5分、またね、こうやっていつもやってみて、はい、5分だけスタートします。
もう鍋が冷たいですからね、まだこれ少し時間かかると思います。少々お待ちください。はい、5分経ったんでね、ちょっと見てみましょう。もうちょっと沸騰してますね、これね。5分で刺してですね、刺してスッと透き取るぐらいで、ここで煮る分はですね、レッサンでやるときたくさんやるんで、こんなに動かさないんですけど、これだと動かせるんで少量ですからね、今日は。でこれだとですね、2分やればもう出来上がります。その前にもう2分ですぐできるんでね、こちらで。で今日グラタン、ちょっとバターね、これ取りにくくなるとくっついちゃうから、ね、バター軽く塗っていただいて、これちょっと器が大きいかもしれませんけどね、あ、冷凍しておいても結構使えますからね。作って冷凍して食べる分だけカットして入れてもいいですよね。あと1分ですけど、多分いいかな。ちょっと1分で、もう1分で見てみますね。であんまり硬すぎてもあれですけど、やっぱり2分、全然トータルで7分やればいいでしょうね。これで2ミリか3ミリぐらいの、3ミリぐらいの厚さですね。それで今日は、まあ、グリエルチーズとかを使うんですけど、グリエルチーズがねちょっとないんで、これあのそのとろけるチーズを刻んで、冷凍にしてあったやつをちょっと小さく刻んであります。それとパルメザンチーズを上に振りかけてグラタンにすると、もう柔らかい方が好きだって人は煮ちゃってもいいんですけどね。それで7分ですから、8分か9分煮てもいいと思いますけど、これでもスッとね刺さって硬めですけどね。あ、でも味がメイクインですからね。はい、ちょっと僕は硬めが好きなんで、これでまたもっと入れますからね。でこれを開けます。ちょうどいい状態になりましたね。もう少しつゆが、あの汁があってもいいんですけど、これでも結構いいですね。で最初はこれチーズを塗して全体にかけて、これチーズが何グラムぐらいだったのかな、これ30か40グラムですね。で、パルメザン上に入れます。ちょっと重いかもしれません。で、これをオープンに入れます。ちょっと今日はね、オープンを開けると日数が120になってるんです。それからもあの焦げをつけないということで、10分やれば多分綺麗に焼き色がつくと思います。で、ここでも火が入るんで、最初はやっぱり固めの方がいいと思います。じゃあ少々お待ちください。はい、出来上がりました。オーブンでですね、220度、ちょっと家庭のオーブンなんで、本当上はもっとね焦がしたかったんですけど、これ時間がやっぱり15分ぐらい焼いちゃったんで、中がすごい柔らかいと思いますね。ちょっと一回スプーンで取ってみましょうか。これも水分がほとんどないようなグラタンになってるね。クリームとね、ね、中がクリームでね、とろっとして美味しく出来上がりました。いかがでしょう。美味しそうに見えたらいいねボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。ね、わからない点があったらまたコメントください。少しね、あの時間かけたんで、あのクリームがドロッとしてないんですけど、もう少し量を入れてもよかったかな。それは焼き具合と、ね、2時間の関係になるので、その辺はまたね、いろいろやってみてください。ということで、元フレンチシェフのイエローでした。じゃあまたね。美味しくグラタンできました。バイバーイ。